えー、国会の情勢報告ということで代表いたしまして、えー、倉林明子参議院議員の方から、はいえー、情勢報告の方よろしくお願いしたいと思いますえー、皆さんこんにちは参議院議員の倉林明子でございますあの参議院選挙で京都選挙区、えー、定数2位で、えー、当選させていただきまして、えー、参議院議員となりましたあの担当はですね経済産業委員会なんですが職種は看護師と いうことで、無縁ではないということで、今日は署名受け取りに参りました。え、国会の方はですね、ほんとムカつく状況でですね、あの、先ほど最後のところにご紹介あったように、企業が世界で一番活躍しやすい国を作る、そのために邪魔になる岩盤規制は、 え、取り崩していく、そのための改革国会だっていうことを、後半国会、本当にこれから、えー、かかってくる法案が軒並み、えー、そうであります。あの、先ほどお,お話あった通り、えー、福祉の場面でも出ている、こういう攻撃は、まさにあの、憲法25条に対する攻撃に他ならないと。 いいう,うに思っています医療・介護総合確保法に続いて、あらゆる分野で、えー、社会保障への、えー、支出を抑えていこうと。 そして、基本的人権を侵害するようなところにまで及ぶ改革を断行しようとしているということに、あの本当に大きな怒りが広がっている現状があると思います。一方、公判国会、えー、今日が12日ですから、えー、党内手続きを経てですね、えー、閣議決定を経て、15日にも、あの戦争法案を提出する動きが、えー、まさに強まっています。これは本当にに憲法9条に 対する挑戦が始まろうとしていて、この国のあり方を大きく変えるあの法案になろうかと思います。絶対ですね、この戦争法案の提案も許すわけにはいかないし、成立など本当に持ってのほかっていう戦いが、あの、急速に高まりつつあるというふうに思っています。あの、この戦争法案提出前は、憲法を、 を変えることに賛成だっていう方が、憲法を変えなくても良いという方よりも多数でした。ところが、戦争立法の動きが強まる中で、世論も憲法そのものを変えることにも反対だという方が増えつつあるっていうのは、安倍政権が暴走をすればするほど、世論はこの暴走に待ったをかけてくれという声が広がってる。私、ここにやっぱり今、 大きな確信を持って、9条への攻撃も、25条への攻撃も世論と一体となって、跳ね返していくっていう戦いの希望や展望がここにあるんじゃないかなっていうふうに、あの、思っているところです。増えたとはいえ、少数ですが、世論圧倒的な世論と結びながら、 国会で大いに、えー、この攻撃跳ね返す戦いに、えー、全力を尽くしていきたいと思います。大荒れの国会が予想されますが、もっと荒れさすためにもですね、世論を大きく、あの、歓喜して、共に、えー、の頑張り抜いていきたいと思っています。今日は、あの、衆議院が、あの、衆議院も参議院も委員会が、えー、立ってまして、えー、参加者二人だけとなりましたけれども、えー、議員が一丸となって、で、日本共産党だけにとどまらず、世論で他の、 政党会派の皆さんも世論に引きつけるような戦いで大いに国会も包囲していただきたいわれわれも国会内でも多数を取れるように頑張りたいと思いますともに頑張りましょう倉林議員ありがとうございました。